はい、ということで皆さん、今回はですね、特定の色を踏んだらダメロブロックスやっていこうかなと思います。なんかショート動画で結構バズってる動画があるんですよ。何ですかそれって。そう、赤色踏んじゃダメとか青色踏んじゃダメとか、なんかそういうなんか茶番系のショート動画がバズってるっていうのを私確認したので、今回はですね、これを動画班に一人一エリアずつ作ってもらいました。だから、例えば、グソクムシだったらオレンジ色ダメですよとか、ノットだったら白色ダメですよみたいな。動画班のエリアごとに指定の色があります。それを皆さん踏まないように、攻略してくださいと、いう形になっていますね。だから、なんていうのかな、まあ、OB の人もいれば、まあ、ちょっとなんかミニゲームチックな人もいるみたいな。まあ、いろいろなものがあるということでやっていきます。どうですか動画班の皆さん。クリアできそうですか？パーペキです。はい、パーペキ。あ、完璧ですね。はい。無理。3号パイスあたり無理。微妙。クリアさせないだって。大丈夫かな？難しくしすぎるのもどうかと思うけどね。ペアパイちゃんどう？ペアパイちゃん。まあ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 って。ん？ワイちゃんって何色担当したの？だってほら、ノットが白色担当してんじゃん。ワイちゃん何色担当したの？任せなさいなーって。そうですね。レインボー。全部混ぜたん？うっけ、お前、こら。寝てただろうが、お前。ギリギリまでよ。お前、さっき起きたんだろうがよ、お前。はい。ということで、ワイちゃん作ってません、今回は。わろたーって、そうです。皆さん、まずやっていくんで、高評価とコメント、チャンネル登録もですね、していただけると嬉しいです。コメント欄で誰の作品が良かったも書いてください。じゃあ、やっていきまーす。じゃあまず、なんか自分的に、僕らの簡単ですよ、私たちの簡単ですよ、みたいなやつありますか？あ、弟くんたちは最後の方がいい。了解です。簡単だって。じゃあ、寿司ボデーさん行きましょうか。はい、じゃあ寿司ボデーさん案内して、どこ？寿司ボデー。これかな多分。はい、来ました。皆さん、ここ来てください。はい、グソクムシさん、今回、何作ったんですか？僕ね、はい。案が浮かばなかったから、簡単なのにしたんだって。はい。寿司に触れちゃダメな、ロブローと。はい、まあ、寿司棒で、後ろ見てもらったらわかるけど、オレンジ色ですよね。だから今から中に入って、絶対にこのオレンジ色の寿司、サーモンに当たっちゃダメと。イエッサー。はい。わかりました。じゃあ、入っていいですか？グソクムシさん早速。じゃあ入りましょう。行きましょう。はい。ダダダダーン。はい。店員グソクムシリリナーさんがいますね。これ触れちゃいけないの、寿司。触れちゃいけねえわ。ほら、一応なんか寿司に当たっちゃダメで、ほら、グソクムシに当たったら死んだじゃん。ただ、前に進めばいいって。前に進む？こういうこと？グソクムシさん。こうすればいいの？あれ？いけないようになってるわ。ってなるとさ、グソクムシこれあれな。これ、正面から突っ切らんと無理。そういうことだって。ちょっと、ワイちゃん行ってみて。試しに。これ、まっすぐ行かないと無理なんて。寿司に当たったりしてもほら、死んじゃうよ。寿司に当たらないように進まんといかんらしい。え？いや、これ、え？グソクムシさん、これクリアのチェックしたんですか？大家族の洗濯機って。これ無理じゃない？いけるの？してないよって。え？ほら、クリアできるかできないかみたいな。本人確認みたいな。じゃあ、寿司ボで確認してみようか。寿司ボで行ってみて、じゃあ、寿司。行ってみて、寿司。もちろんいけるよね、一発で。はい、そっちから行って。はいはい、いいね。はい？で？おー！いけてるわ。いつもいけないパターンじゃん。あれってな、本人もビビってます、皆さん。本人がビビってます、一番。なぜいけた、お前。はい、誰もいけない中、寿司ボで一発クリアです。なんでなん？初見じゃ無理やないか？って、なんで？って、本人すら分かってない。あ、カサ君もいけてる。バンナナもいけた。あー、クソマジか。いけな、これ。まさにルーレットやな。そうだね。完全ランダムっていうね、クリアは。ウェーイ！いけたー！はい、これで一応クリアです。いいね。寿司に当たったらダメなロブロックス。はい、皆さんよかったらやってみてください。手伝ってくれた弟には感謝。そうだね。あれは？リンゴくんは手伝ってないの？今回。もちろん手伝ってくれた。なんでや？なんで言わんのや、じゃあ。まあ、リンゴくんも手伝ってって言えよ、一言。ごめんなさい、弟くんが全部やったみたいになるじゃねえか。DM で話を聞いてくれたな、弟。あ、なるほどね。はい。ということで、グソクムシさんでした。はい。こういうのがありまして、グソクムシさんも言ったんですけど、これが一番簡単です。一番簡単なやつがこれなんで、じゃあ、今後、他の動画班、どうなるのっていう話ですね。はい。じゃあ次、目の前のやつ行ってみるか。ほら。これ多分、バンダナくんとカサくんですね。のエリアです。これ、スタートラインどこですか？スタート地点は。リバーシブルです。あ、どっちでもいいってこと？どっちからスタートしても OK？ わかりました。じゃあ、やってみようか。じゃあ、カサ
くんの方から行こうか。ほら、かさくんの方に看板あるからね。みんなかさくんの方来てください。こちら、なんとですね、黒、紫は死を意味する。はい。黒色を踏んだらダメ。かつ、紫を踏んだらダメ、ロブロックスです。なるほどって。え、これ黒じゃない?あ、これは一応黒じゃない。グレー判定なんだ。はい。ということで、じゃあとりあえずやっていきましょうか。基本はね、ロブロックス。ダメージブロックイコール赤色。そういったイメージ持ってる方多いと思います。今回は違います。皆さんいいでしょうか?今回はこちらですからね。黒色と紫なんで、皆さん間違えないようにお願いします。アンカーは?って。カサくん?カサくん?リスは?って。あの、床が消えてますよ。あの、途中の床消えたで。うん、寿司それダメなんよ、まあ、それ。まあまあ、途中から行こっか。お前皆さん、あの、途中からこう行けばいいから。はい。これ、他のとこ大丈夫だよね。ほら、これ、黒色に踏んだらダメ。カサくん?カサくん、全部動いたよ。あの、途中のエリアすべて動くんよ。あなたこれクリアさせる気ないよね。これ、最後の方がええんちゃうかって。で、鬼畜すぎるって。カサくんの後回しにしよっか。その間に、じゃあ次の方行きましょう。誰行く?ノットとか行く?白熊行くか、白熊。で、皆さん、ノットのとこ行きましょう。この目の前のやつです。多分ね、今回の作品の中で、多分一番でかい。一番バカでかいやつを今回白熊さん作っているみたいなので、行きましょうかね。毎回でかいもんを作ると。はい。毎回でかいらしい、白熊は。下側の、この赤かな?赤色のタイルを踏むとテレポするんちゃう?ほら、来ました。こちらです。じゃあ全員集まってください。で、今回、のっちゃん、白色を担当しているということで、何を作ったんですか?白を踏んだらダメなロブロックス。中身は何ですか?落ちるやつ。ドロッパーですね。皆さん見てください。やばいな、これ。あたり一面白なんですけど、今から皆さんにはここ落ちてもらいます。で、一番下に死なずに落ちればクリアと。さらに今回、重力が変えれるわけですね。ちょっとふわふわ、結構ふわふわと。これで一応チャレンジが可能という形ですね。これ何?救済って。救済って何なの?白熊。これまだ踏まない方がいい。救済は。それは知らんね。知らんって。制作者や、あんたが。ほら、皆さん見てください。こんな感じで、ちょっとふわふわになるということなんで、じゃあ初見プレイ行きましょう。はい、動画行くよ。3個目線。大丈夫か?行きます。はい。このふわふわの状態で、ここを落ちてやらないといけないけど、うわ、マジか。ふわふわじゃないと無理だろうね。じゃあ通常で行ってみていい?あ、いけるね。ふわふわで、こうか?あ、でも白熊当たっちゃうね、これ。壁もダメなのか、だって。壁ダメな。まあ、白色だからね。ユートとかも行ってみてよ。ユート行ってみて。論外だね。論外だね。一番上で当たってたわ。あの子。はい。結構ふわふわな状態で。待ってね。真ん中あたりが一番いいんじゃない?こっからこう降りていく感じ?ほら。これ雪の結晶で当たっちゃうわ。間に入るのは無理なのかもね。ほら。こういうのとか。うわー、マジか。これ、ノットが多分わざとやってると思うんだけど、これ、あたり一面白色にしてるからさ、色が同化して見づれんだよ。これ、どこが何かがよく分かってねえんだよな。ほら。白は200色あるんやで、って。それ黒じゃなかったっけ?白熊さんもね、ほら、こんな感じでね、マップを作るレベル上がってるんだが、甘いね。クリアです。はい、グソ、レア、リンゴ、3個倍線クリア。素晴らしき。まだ楽勝だよ。ああ、クリアのとこ踏んだらダメだ。ほら、クリアできてない方々、来てください、こっち。ほら、救済。ちょっと救済やってみようぜ、救済。いくよ。あー、クソおせえや。うん、バカおせえ。これいけるでしょ。うん、無理だったね。はい。あの、ワイちゃん殺しだよね。だってワイちゃん見た目が白だからさ、ほら。見て、もうこの段階で同化してんだよ、ほら。もう見えなくなるもん。ペアパヤがどこにいるのかわかんなくなるもんね。全身やねんって、これ無理だね。自分で挑戦するが難しいかもですね。はい、ということでありがとうございました、白駒さん。じゃあ次行きましょう。低重力の時に青いバネを持ったら壊れる。青バネ?これ?あー、はははは!グソクムシー!うん、なんか3号パイセン出てきたよ、みんな。3号パイセン出てきたよ。止まんねえぞ、これ、おい。うん、これ止まんねえや、みんな。これダメだ、これ。絶対やんねえ方がいいよ、これ。ちょっとさ、気になったの言ってみていい?リンゴくん行ってみる?リンゴくん。目の前のあの鳥居のやつですね。はい。あの、裏方のリンゴくんが作ってくれました。こちら、リンゴくんが今回担当したのが、ピンクに触れたら死んじゃうロブロックスと。なんでかっていうと、リンゴくんのあの、ユーザー名っていうのかな?アットマークの後なのかな?名前がピンクマなのね、ピンクマ。ピンクマなのにリンゴっていう不思議な感じなんですけど、だからピンクということで、
今回ね、ピンク作ってもらいました。はい。このピンクに触れても死んじゃいます。皆さん気をつけましょう。うわー、なるほど。なるほど。こんな感じね。で、今回ちょっと低重力入っちゃってるんで、いけるのかどうかって感じですね。じゃあ皆さん行きましょうか。この、ピンク色の、これに当たった段階でアウトだからね。はい、行きましょう。まあ、OB になる。で、これ、これ床もダメなんこれ。あ、これもダメなんだ。桜もダメだ。これ端から行くのがいいんかな？どうだろうこれ。どっから攻略するのがいいんだ？真ん中突っ切っていいのか？ま、行ってみるか。やっぱ言うとこれやっぱ左端とかじゃないの？右端、左端あたりを狙っていった方がいい？これ。端から行きましょうか。ほら、こんな感じでジャンプで避けていくよ。ジャンプ、ジャンプ。え？リーチ王ってどうした？端を行くとか端だよ。サンゴパイセン、言われてるよ。端を行くとか端って、当たってるよね、桜にね。あえて真ん中？あ、一級さん理論？この橋渡るべからずつって渡っちゃうやつね。いやー、これむずいなー。でも。はい、こう。こう。こう。あー、くそマジか。このさ、一番上のさ、長い棒に当たっちゃわない？そんなことない？はい。よしよしよし。あー、くそマジか。このさ、一番上のやつ避けれなくない？避けれる？これ。避けれなくない？これ一番上のやつ。ジャンプでも届かないよ、ほら。飛ばなければ当たらない。そうなん？おい、リゴ、俺は身長が高いから当たるぞ、だって。これ何？身長に左右されるん？このゲーム。おい、ペアパヤとか当たるじゃねえか。ペアパヤ俺より身長高いぞ。おい、もう当たるやんけーってね。勝ったわーってね。のっちゃんとか背ちっちいじゃんね。あ、俺当たんねえわ。悪い、Y ちゃん、サンコパイセン、俺当たんねえわ。はいはいはい、当たんなかった。わい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 。はい、あとは、ぬるゲーです。いけましたー。イージー。あー、これも私ダメ。あ、これもダメな。うん、ケーキって白色ちゃうん。はい、ということで、なんとかリンゴくんエリアクリアです。よかったら皆さんやってみてください。いいですね。さすがなんか裏方って感じのマップやな。はい、じゃあ次、サンゴパイセンいきますか。はい、来ました。まだ入らないね。3号パイセンが作ったのは、なんだこれ。はい。水色に触れたらダメなロブロックスです。水色アウト。はい。さあ、ごめんなさい。これ何を作ったんですか？マップの中は。ボス戦的な感じのを作った。OB。じゃあ、中見た方が早いですか？行っちゃってください。わかりました。はい。ドン。あー、なるほどね。てれてっ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 てれれてれてっ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 て、すがすがしい日だよな、外は。プル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 って今、皆さん流れてます、今。効果音が流れてるんですけど、こちら。小鳥は歌い、花は咲き乱れ。こんな日こそ、お前さんみたいな子供には、地獄の炭に焼かれてもらうぜ、って。目が黒くなったぞ、お前。はい、てれてっ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 てれれれてれれって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 れれれてれれ。はい、来ましたー。これ多分一番むずいです、これ多分。てれてってってれってって、うわ、知るね、これ。いけるん？じゃ、やってみるか。俺も初見でやってみていい？初見プレイいきます。3号はこれをクリアしたのか、だって。そうそう、くすぐし、合ってる合ってる合ってる。そう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 、うまい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 。一回入ってしまえばこっちの勝ち。そうそう、こう、皆さん。あー、すばしか。あとほら、タイミングさえつかめれば連続でいける。今。ポン、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 ポン。よし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 。うまい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 。ポン、ポン。わーくそマジか。縦長エリアやばいね。縦長エリアまでいけるわ、これで。なんか縄跳びみたいな感じやな。なんか大縄跳びしてる感覚になるわ。リズムつかまないと連ジャンしても無理？周り、リチを見てみな。オッケー。なんかジャンプのタイミングがある。あー、なるほど。これ、1エリアごとに、動きのあれが違うんだ、スピードが。だから、それに合わせて、ジャンプしていかんといかんってことね。まさに、こう、縄跳びやな。ほら、ほら。はい、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 はい。ほら、ほら、いけた、いけた、いけた。あ、目で見て押すんだ。目押しだ、目押し。ほら。パン、パン、パン、パン。パン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 。あー、くそマジか。よし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 、いけたいけたいけた。初めていけた、初めていけた。こっからが問題やね、みんなな。パン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 、今。パンパンパン。あー、くそマジか。これ FPS やったらいけるな。FPS でいけるぞ、これ。てん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 。あー、くそ。最後のちょっとリズム合わないね。今。よーし、ここまでいけた。ここまでいけた。次何？
またこれレッチャチャレーかよ。いけるやちゃん、頑張れ。しげ、ナイスだ。そうだ、そうだ。よし、俺も行くよ、みんな。いきます。ポン、ポン。これもみんなリズムゲ。リズムに合わせるぞ。はい、今日だけみんなリズム天国をやってる感覚でいい。あー、しや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 し。トン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 。うえーい。は？次何しろくまこれ。これ何これ？これは無理。おい、三五。これどうやってやったんだお前ここよ。こんな無理だろうがお前。これスピード的に不可能だろうがよこんなのよ。リゴくんちょっと行ってみて。端から行ってみよっか。リゴくんチャレンジ。うん、物理的に無理だろうがこれ。体力1億にして僕はいけましたよって。無理ですね皆さん。これ不可能ですねこれ。いく、一応俺もやってみるわ。うん、無理ですね皆さん。これ不可能です。はい、ということでこれ3号パイセンでした。まあ、最後のやつは不可能なんだけど、それ以外はいけました。リズムよく合わせていく、まあ、サンズ戦ですね。はい、Y ちゃんは結局一度もできてないですね。ここら辺はね。はい、まあ、レアちゃんは結構いけてたな。ノットもいけてた。リンゴくんもいけてたね。じゃ、レアちゃん行こっか。レアちゃんのところに関しては、レア、猫、チキ、ほんわかの3人が、合作で作ったみたいなので、今から皆さんそこ行きましょう。こっちですよ。はい、ということで来ました。はい、ほんわかレア、猫、チキ、ほんわかは眠たいって寝ましたね。はい。ほんわかちゃん寝ちゃったんですけれども、はい、泣いてます。レアちゃん、ここから何作ったんすか？あなたたちは。赤色に触ったら死んじゃうオービー。はい、わかりました。こちらです。3人が作ったの赤色です。つまり、普通やないかって。皆さんちょっと中一瞬見るんですけど、はい、普通です。はい、普通のアスレチックですね。本来は赤色イコールダメージブロックっていうのがロブロックスの中にはあるので、普通のマップを作りました。はい、3人は。なんでやんって。うん、もっとあっただろうがみたいな思うんですけど。はい、行きましょう。じゃあ、普通のアスレチック、攻略していきます。行きましょう。レッツラゴー。皆さん、これ多分壁も、ああ、レアちゃん、猫チキ俺当たってるよ、今壁にほら。壁スリスリしてるけど、これオッケーなんだ。壁は知らんって、あ、壁は知らないんだ。オッケーなんだ。はい、わかりました。行きましょう、じゃあ。こっちちゃうの？あ、やっぱ赤色はダメなんだね、ちゃんとほら。ブロックはダメになってるんで、ここから黄色のところにジャンプしないといけません。皆さん、一列で行きますよ。抜かすの禁止ね。ゆとくん聞いてた？抜かすの禁止って言ってるよね。こっからジャンプじゃないの？ほら、こうや。あ、猫チキ踏めばいいんちゃう？ほら、みんな猫チキの頭乗れ、猫チキの頭。はい、バンバン死んでますね、これ。そっからジャンプやで、黄色のとこに。あ、待って、猫チキ見て、猫チキ。みんな待って、下下下下下、床見て、床床床。ある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 。これなんか赤と同化してるけど、なんかあるぞ。ここか？え、俺当たっちゃうんだけど。制作班、アスレ、下手説って。制作班、一向に進めてないね、確かにね。背高い人、無理かもしんない、だって。え、またこれ、Y ちゃんいじめ？ Y ちゃん、3号パイセンあたりいじめてる？これもしかして。はぁって。あー、いけた、いけた、いけた。俺、いけた、俺、いけた、俺、いけた。よし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 。じゃあ、もう次行くよ。ちょっと、リゴコードとこ行っちゃおう。どう行くんこれ。あ、これ、透明の壁やん。うん、ダメだけどね、行っちゃう。レア猫チキ、これ、次、どう行くんだ、これ。鏡。あー、そういうことね。ほらみんな、ここに来て鏡？あー、なるほど。で、またこっからやり直しか。これはかなり鬼畜やな。待って、てことは、ここら辺？こう。いやー、違うか。じゃ、皆さん見てください。はい。Y ちゃん、背をちっちゃくしてきました、ほら。はい、背が高いのが好きな Y ちゃん。チビやな、チビ。はい、チビ Y ちゃんに進化してきました。はい、クリアすることに特化したペアパイホームでございます、これが。完全体になりましたーって、はい、わかりました。行ってください、じゃあ Y ちゃん。いいよ、行ってきて。身長縮めてきた方がいい。はい、3号パイセンも変えてきました。はい、小型フォームでございます。はい、OB をクリアするためだけに変えてきました、わざわざ。なるほどね、ちっちゃいからいけるってことね。まあ、俺はこう行くけどね、はい。これ、本当にこれ左右対称なってんのか、これ。なってない、なってないよね、絶対ね。絶対なってないよね。あー、レア猫チキン、お前どうなっとんじゃん、お前これ。おい、ほら、制作者、お前もいけてねえじゃねえかよ。おい、猫チキーって、人のせいにすんじゃねえぞ、お前。お前も作者だろうが、お前。ここは私作ってないって。あ、なるほどね。猫チキ担当もしかして。いやーって。これ、全然、左右非対称だろうが、お前、これ。オッケー、いけた。もう無理だろうがよ。どうやって行ったんだよ、お前、おい。え、でも自分はいけたでーって。ほら、見てほら、みんな、見て。ユートも空、見てほら、ユートもスキン変えてきて。
Y ちゃんもさらにちっちゃくなってきて、みたいな。みんなちっちゃくなってんだぞ。お前めちゃくちゃ痩せたな、お前な。お前ビフォーアフター変わりすぎやろ、お前これ。来てーって白熊、どうした？ちょ、みんな白熊おいでらって。え、行けた？ほんと？え、どうやって行った？白熊。行けたね。乗ってって、はい。なるほど。あ、まあ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 。クリアすればいいからね。うん。クリアしたもん勝ちや。いいな。時には卑怯に。時には大胆に。皆さん行かないといけないです。いいもんね、猫チキね。あ、猫チキ、救済措置を置きに行きました。はい。あー、なるへそ。これはやばいね。不備台として余生を過ごします。そうだね、バンダナくんね。あれなんですよ、ここ最近ちょっとさ、またバンダナくんがやらかしたの。とある事情で。また。それのせいでちょっとバンダナくんしょんぼりしてるんで、あなたはしばらく踏み台になりなさい。ね、反省の意味を込めて。ね、リンゴくんね、もういくら言ってもこの子言うこと聞きません。日本語が、何したんって。ね、日本語が理解できないんですよ、彼は。まあ、仕方ない。もう仕方ないのかもしれへんけどね。はい、ということなんで、ちょっとまた注意されたということなんでね。リリチを来いって。行くぞ、白熊。俺たちの連携技だ。ジャンプ。はい、どうも。勝てばいいんだよ。この勝負。俺がもらった。動画班任せろ。俺が必ずクリアまでする。サコバイ先生、どいてあげようね。うん。このにっこりスマイルでほんわかな頭を踏むのはよくね。ファンに怒られるよ。ほんわかファンっておじたんが多いからさ。スキンのところを越えて、オッケーオッケー。はい、いけます。あとはなんかみんな簡単やぞ、これ。これ、上作ったやつめっちゃ簡単やぞ、みんな。ほら。難易度が今までと違うぐらい簡単やぞ。皆さん、赤踏んじゃダメなんでこうだね。これなんか今までのが嘘かっていうぐらい簡単やぞ、みんな。赤踏んじゃダメだからみんな。こうだ。でしょ？猫チキ。だよな。はい。で、ここ上上がる。ほら、今までのが嘘みたい。うん、すいませんでした。うん、あれうん。どうしたもこれ、まっすぐいけるんちゃう？猫チキ、今お前邪魔したんだぞ、今。おい。今俺、寿司の邪魔したのお前やぞ。おじさん。猫チキーってね。あ、違うの。あなたじゃない。行きましょう、じゃあ。あ、オッケー、いけた。よし。オッケー、リスポンパッド踏んだ。みんな、もう少しでクリア。俺に任せろ。俺が必ずクリアする。はい。これ、いいな。一回でもミスったら終わり。は？おまんま言う。なんか今、浮いてたな。白熊、毒んだ。まあ、いいや。お前の頭の、バカ。よーよーし、クリアー。はいはいはい。これ何この顔は。なんか出ちゃってるけど、大丈夫これ。ね。うん。ほんわかだけ普通だね。ネタに走ってるやん。お前、ハゲ取るやんけ、お前。うん。何これって、本体やん、これ。はい、猫チキのね、これ、性別もバレちゃったってことですか、これ。なんとかクリアしたということで、はい、次マップ行きたいかなと思います。じゃあさ、あれいかん？カバサブ。皆さん、カバサブさんからメッセージを預かってるんで、ちょっと読ませていただきますね。この山には、黄色い岩や液体やら、何らかのものがたくさん散らばっている。それらを避けて、雪山の頂上を目指してください。ちなみに、カバサブが撮影に参加しなかった理由は、翌日から韓国に行くからです。以上。はい、ということです。カバサブくんが、明日以降、韓国にしばらく行くらしいです。で、マップだけ作ってるみたいなんで、皆さん、初期値に来てください。初期値、ここだよ。カバ肉にされるのかってわかんない。これ進んでいくだけでいいんだよね。行くよ、みんな。さあ、カバサブくんマップ何が待ち受けているのか、こちらです。どどーん。カバサブマップは、黄色に触れたらダメなロブロックスです。はい。なので、黄色に当たらないようにしていきましょうということですね。カバの頭、カバの死体がありますよ。なんで猫チキ引っかかるなと。うん。カバサブは意地悪ですよと。よっしゃ、みんな行くぞ、じゃあ。黄色踏まなきゃったらいいんやぞ。果たしてこの黄色は一体何なのかという感じなんですけれどもね。何この黄色の平ばったやつはね。はい、行きましょう。バナナジュースね。はい、バナナジュースらしいです。こう越えていって、最初簡単だね。オッケー。で、リスポーン地点用意してくれてるんでいいですね。で、あー、おなじみです。はい、上から降ってくるやつです。これジャンプで避けないといけないね。これタイミングこれジャンプすればいいやろ、これ。はい、楽勝。さすがにここら辺はいけるな。でも後半から難しいぞ。いきなりこれ前から出てくるからね。ほら、こんな感じで。いきなり出てくるんで、ちょっと待っとくか、ここで。待って、もう一回来ると思うんで、これジャンプ避けてでいこう。
これさ、今までの棒状のやつ以外にもなんかチーズみたいなやつが落ちてくるのと、ほら、横スライドしてるわ。これいけるかな？やってみるか、じゃあ。はい。は？そこジャンプ。これ横ずれるしかないよね。あー、くそマジか。これなんかレモンみたいなやつがさ、スライドしてんだよ。レモンスライドきつくない？でもこれ真ん中から行かないとだもんね。最後少しむずいね。ゴールのこの前がむずいぞ。ジャンプ。あー、くそマジか。レモンに当たっちゃうな。なんだこの黄色エリアマジで。よし、みんないけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。こう。あー、くそマジか。リズムくいくぞ、リズムくみんな。ポン。はい、ポン。よしよしよし。で、こっち。はい、ポン。はい、ポン。よし、ここチーズ来ない、チーズ来ない、チーズ来ない。あー、マジかー。でもいけたでしょ、これ、みんな。いけた、いけた、いけた。多分これ、頭がいけたからいいでしょ。え、今のいいよね、みんなね。頭だけいけたからね。こっちまで来いやーダメらしい。行きましょう、じゃあ、もう一回。ポン。ポン。よーし、ゴールー。いや、さすがカバサブクって感じやな。難易度としてもなんかちょうどいいよね。なんかバカほどむずいわけじゃないみたいな。一応頑張ればクリアできる難易度ということなんで、皆さんよかったらやってみてください。じゃあ、あと残ったの誰ですか？バンダナ&傘マップ。修正入ったみたいなので、再チャレンジ行きましょう。皆の衆マップ集合です。じゃあ行きます。はい、バンダナくん、紫に当たっちゃダメと、いうことなんで、これ多分、めっちゃ簡単なイメージ。なんか今までのがちょっと難しすぎたから、簡単に見えるけど、え？これ届く？なんか怪しいエリアが一個あるな。わかんない。さあごめんなさい。俺たちの、プレイヤースキルがないだけかもしんないよ。俺らが悪い。待って、弟くんその前立てる？俺の前。多分弟くんを踏み台にしたらほらいけるんよ。でも、何因縁つけてんだよって、いけるみたいです。いけるみたいです。弟くん行きました今、普通に。普通に行けてましたよ。踏み台なしでも行けるってことをなんか、弟くんが一発で証明したぞ。はい、ということで行きましょう。あとはもう簡単かな？こう言って、いや、うわ、マジかよ。クリアチェック済みで死っつってるぞ。俺ら死ねっつってるぞ。まあ、でもほとんどクリアしたね。じゃあ逆に、カサくんエリアやってみよっか。細いなぁ、カサくん。まあ、カサくんのところもでもシンプルっちゃシンプルかなぁ。ここどう行くん？こういうことか。え、これいける？え？オービーするためにみんなの服が変わってて面白い。そうだね。なんかいつもとみんな服装違うもんね。大根足にはきつい。そうだよね。レアちゃんとか足ぶっといじゃん。ほら、寿司とかも足ぶっといじゃん。腕はほら、細くしたものの、細くさ、まだ、あれだよ。足が太いから無理だよ。お前失礼で、いや、自分で言ったんじゃねえか、お前、ほら。理不尽ってね、意味わかんないよね。自分で言ったんじゃねえかよ、お前。まあでもこんなもんですかね、皆さん。二人はね。どっちかってなんかこれ、ゴールポイントがないからさ、みんな。これ、ゴールポイントがねえよ。これ、お互いに出発してるからさ、ゴールがどっかわからないっていうね、これに関してはね。はい、ということでした。そして、まあ、今までたくさんやってきたじゃないですか。自ら、ぜひ、ラストを飾らせてください、というメンバーが一人います。弟くんでございます。なぜか弟くん、ラストにしてくれと言ってました。なんでなんですかね。弟くんは、茶色を踏んだらダメなロブロックスです。はい。で、弟くん、これ何作ったんですか？これ。こちら、弟くんエリアなんですけど、大量のスキビティトイレに、はい、謎のね、なんか物体もいるんですけれども、鍵を3つ集めて、うん、脱出しましょうだって。なるほど。わかりました。じゃあ行きましょうか。みんなこれね、トイレ流さない方がいいんじゃない？多分これ死ぬほど重くなるぞ。じゃあ行きまーす。じゃあ初見プレイ行きまーす。あー、なるほど、これ。これ、茶色に当たっちゃダメなのか。茶色に当たっちゃダメなんだよ、みんなこれ。当たったら死ぬよ。トイレを流すとサーバーが破壊できる、だって。なんかバカほど重いもんね、だってね。トイレ流すとね。皆さん、トイレ流してみましょうね。はい、もう皆さん、これ脱出始まってるんですけど、これ全部襲ってくるん。あ、これ全部襲ってくるんだ。待って、鍵探そう、鍵。あった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 。1個あった、1個あった、1個あった。ほら。この鍵を皆さん集めないといけないんですけれども、こうだね。ここも茶色だからダメなんだ。アニメーション1から作ったんだけど、ってあれでしょ？なんか首が伸びるやつでしょ？ティーティーのやつでしょ？さすがリリビティトイレみたいな感じなんですけれども、鍵を探さないといけないですよ、どっちにしても。そう、ワイちゃん、上から行くぞ、上から、ほら。上から、上から。あ、ワイちゃん、ワイちゃん、あった。こっち、奥。赤鍵取りに行こう。
猫チキ？今なんか変なことしてなかった？大丈夫？猫チキ。大丈夫か？気のせい、気のせい、はい。オッケー、レッドキー発見。鍵全部見つけたらやちゃん。これ見つけたら脱出できるらしいよ。マジで、痛い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 。黄色はみんなあるぞ、黄色はあるぞ。よし。なんでだ、これみんな。おーい、これトイレに座るやん。まあね、まあ皆さん、まあ黄色まで取ったからさっき。黄色は取った方がオッケー。じゃあもう一個は、もう一個。レッドとイエローは見つけたんよ。ドガハン見つけた？もう一種類。レッドイエローしかないんだよね。ブルーどこ？ブルー。レアちゃんブルーどこ？どこどこ？こっち？こっちか。こっち？はいはいはい。ナイス！オッケーみんな。3種類とも集めたぞ。ズボン履いてって、うん。サンコーパイセン、ズボン履けだって、レアちゃんが。はい、ということで皆さん、3種類と見つけました。え、これ、どこから脱出すればいいんだ？え、これ、ゴールポイントどこ？脱出口開けられちゃったって。はい、誰かが開けたみたいなんですけれど、皆さん、こっちですね、ほら。ここから行けるようになってるんだ。で、もう誰か開けちゃったんですけれども、ほら、ここでこう来て、で、ここで、カチャって開ければ、はい、ということで、レース皆さん、弟くんのマップでした。ありがとうございました。騙されました。はい、ということで皆さん、これで以上です。特定の色に当たったらダメなロブロックスいかがでしたでしょうか？だいたい俺ら動画班2時間ぐらいかな？ 2 時間ぐらいやって、なんとか全種類攻略ということです。よかったら皆さん、特定の色に踏んだらダメなロブロックス、いろいろ考えて作ってみてはいかがでしょうかということで、今日の動画は終わりにします。皆さん、お疲れ様でした。バイバーイ。